あの皆さんのネパールの国同じね、シュレーの国、シュレーの意味は、はい、ルールを守る、いいですか、はい、そういう意味があります、OK、はい、大丈夫ですか、はい、これから首里城の中に入りますけど、はい、先生、メリー先生、ビデオ、世界遺産、はい、大丈夫ですか、はい、何年に、はい、何年に世界遺産になりましたか、はい、見て何年、はい、何年だった、そうそうそう、はい、ここ首里城は、はい、2000年に、はい、世界遺産になりました。でもこの首里城だけじゃないよ、沖縄のいろいろなところにお城があります、キャストがあります、それも全部一緒に入れて世界遺産です。だからここグスクっていうのはこれ首里城だけじゃないです。はい。OK? 2000年覚えてたね。写真撮るの？写真撮って覚える。本当に覚えるか。これですか？これも全部ないです、はい、ないから今工事してます。新しくできるのが2026年、あ、今これはないんです、もうないです、はい、去年の火事でないから、はい、そう、ここから中に、はい、ここから今日は別のところに行きます。あといいですか、モノレールの施設はどこ？モノレールは自分で考えてください、教えないよ先生は、はい、先生いいですか、私の家近くよ、はい、あ、本当？わからなかったら日本人に聞いてくださいOkay. はい、昔のね、そうです。今私たちどこにいるんですか？今もこの辺じゃない。こっちこっちこっち。こっちです。関海門でしょ？門がいっぱいあるでしょ？こっち。うん、こっちじゃない。こっちこっち。あ、ごめんね。こっちこっちこっち。これはグロイヤー。はい。OK。関海門。関海門。はい。OK。はい、行きますよ。おはようございます。おはようございます。Thank you.
はいつも可愛いですね。気をつけてよ。うん、いつも。とっても可愛い。いつもとっても。飲んでも大丈夫だと思う、ビシャルは。飲んでみて。今飲む？飲んでもいいよ。今飲む？ね、先生、飲んでもいいよ。飲んでもいい？え、そう、綺麗でしょ？綺麗、とっても綺麗、先生。うん、そうそうそうね、はい。ここは、ほら、首里城って高いところにあるでしょ？だけど、全部この石？石の中にたくさん水が溜まって雨降りの時にたくさん流れてきます。取ります。 OK？ 大丈夫ですか？はい。ヤニオの試験の、そう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 、うん、ね、その時、今は西原ってちょっと遠いところになってるけど、昔はここにありました。はい、はい、ね、あんまりわからないよね。はい、thank you.
ここ。